どうも、ジャミミヤです。今日はですね、スワップルールというルールの解説をしていこうと思います。まあ、これはまずどういうゲームかと言いますと、25秒ごとに、ぷよぷよとテトリスが交互に入れ替わるっていうゲームなんですね。まあ、これ非常に奥が深くて、まあ、戦略性のあるゲームなんで、まあ、ちょっと解説をね、しながら見ていきましょうか。まあ、こんな感じでルーレットで、決まって、まあ、25秒って上に書いてあると思うんですけど、この25秒が経つと、テトリスに切り替わりますね。ぷよぷよから。さあ、俺が先寄りの新 GTR。相手はサブマリンですかね。まあ、このルールの特徴の、このルールにおいてのぷよの特徴としては、やっぱ先寄りが強いっていう、特徴があります。さあ、これちょっと紫の必要量が多いが、なんとか81引いて、連鎖尾付け加えられましたね。相手は4ダブで止まっている。それに対してこっちはまあ9連鎖あるんで、十分ですね。で、このコンボってなってるんですけど、このコンボが非常に強い。ちょっとスワップルールはちょっと解説するね、ところが多すぎて、さすがに、全部は解説できないと思いますけど、まあできるだけ頑張っていこうと思います。スワップルールは基本的に先寄りが強いんで、やっぱ限られた時間で連鎖組まなきゃダメなんで、自分の場合は先寄り GTR と新 GTR 縛りでやってます。基本的にその土台しか組まないと思います。さあ、これはどうだ？受けて T スピンダブルを打つけど、相手は BTB ついてますね。さあ、これは5分。お互いテトリスの T スピンダブルが飛んできて、ちょっと埋まってるます、ちょっと埋まってますね。さあ、これは緑がスカってるぞ、俺。緑がスカった上に、ちょっと紫も飛ばしてしまったんで、連鎖数負けてますね。しかし相手も7連鎖なんで、これはテトリス側で耐え切れられますね。耐え切って、テトリスからちょっとティーミノが遠いが、スワップルールはちなみにそのテトリスのネクストが3つしか見えないんですよね。なんで少し詰みが難しくなるかもしれない。さあ、これテトリス間に合わせたかったけど、ちょっとタイミングが合わずに間に合わなかった。さあ、ここからしっかりまた連鎖組んで、相手打ってきましたね。5連鎖。それ見てしっかり伸ばして、で、これは81ですね。このゲームって1回消せば、振らない仕様なんですけど、まあ、今のはしっかり81見て、81見て消しましたね。紫じゃない、赤で単発を打ってから発火しようと思ったんだけど、81が来たんで。しかし、ぷよの連鎖数で上回ったものの、まあ、こんな感じに、まあ、テトリスで挽回されてしまうんですよね。非常にこれはね、そういうところが難しいルールなんですよ。まあ、テトリスで受けられてコンボでやられた感じかな、多分。さあ、これはもう安定の先寄り GTR ですね。それに対して相手は、後折りの鍵。さあ、しっかり横さん、一回単発打って、若干多重気味にしながら、これは比較的綺麗な連鎖ですね。相手も緑が引けたんで、発火してるけど、あれ黄色が、6列目にあるんで、繋がってないですね。まあ、これは10連鎖あるんで、おそらく勝ち確でしょう。相手連する、連が繋がったとしても返せる量ではない。ヒゾロが来てないと発火できないんで、厳しいですね。まあ、黄色ゾロ引いたとしても、おそらく返んない。コンボ付きでどうかなーってぐらいだけど、おそらくコンボついてもちょっと返んないですね。さあ、ぷよスタートで、
いや、スワップルールの解説は本当に難しいですね。さあ、先折り GTR と、相手ダーズミですね。これ多重チェックにして、どんどん連鎖伸ばして単発が飛んでくる。しかしその青の発火点が生まれなかったのがラッキーだぞ。さあ本戦打って、相手は赤引けてたかな？ちょっと見てなかったんですけど。赤引けてたら一応発火確保できてるんで。この場合は連を組まないとダメなんですよね。先打ちした場合で相手が後打ちで発火できる場合は、基本的に連を組まないとダメです。なぜかというと、コンボ付きの、相手がテトリスで延命して、コンボ付きの、プヨの大連鎖が飛んでくると、絶対に帰ってくるので、で、その帰ってきたのをさらに連で返す形にしないと、先打ちの場合は厳しいです。なんで一方的にスワップルールで、プヨが先打ちした場合は、もう必ず 100% と言っていいほど、連を組むようにしましょう。じゃあ次見ていきましょうか。いや、スワップの解説難しいですね、やっぱり。ぷよぷよ気分。さあ、ぷよスタートで。これはお互い先寄り GTR かな。さあ、全消しが取れるが相手が逃した。3連全消し。しかし相手これ受け切れてますね。1、2、3、4、5連鎖。5連あるのを見て、まあ即打ちはしなかったですね。こっちも、黄色ハッカーから5連あったけど、緑飛ばしたぞ。緑飛ばして4ダブになった。まあ、しかしこれ全消しの分があるんで。相手がちょっとコンボついてるんで、火力が少し高い。相手コンボつけてるのに対してこっちコンボつけてなかったんで。しかしこれはテトリスから、エルミノ刺して即打ちですね。さあコンボ付きの4ダブは強い。このコンボがつくかつかないかってだけでもう天と地の差の火力の差があるんで、スワップルールにおけるコンボは非常に重要ですね。まあ、ちなみに自分このルールも世界一なんで、まあ敵なしって感じですね。実はこのスワップルールにおいても、まあ俺は世界一と。さあこれは先折り GTR 対相手は後折り GTR だけど、これ赤飛ばしたぞ俺。それに気づいて、一回3ダブ打ってから、次に赤で発火できる状態ですね、ネクストの。さあしかしこれはどうだ？ちょっとテトリスの受け方が悪かったですね。ここで延命して、コンボつけて、不要の火力で返したいと思うところだけど、これは帰んないですね。5連鎖ダブルの、コンボつけだけど、さすがに帰らない、星は。まあ、あの赤飛ばしたのが、ちょっと致命的でしたね。タップよスタートで、お互いもうド安定の先寄り GTR ですね。まあ、サープルール絶対先寄りが強いんで、さあ連鎖黄色入れて単発から単発もう一回打つ、相手も単発打つ。どっち？さあ、これはお互い発火せずに、後打ちですね。DT4 からの DT4。俺がテンプレ化したやつですね。この DT4 からの DT4 も結構強いんで、おすすめのテンプレではあります。さあ、しっかりコンボつけて、相手に少し振る。さあ単発で邪魔して、どんどん単発で邪魔してますね。しかし相手も単発打ってくる。できるだけ伸ばして打ちたいが、
紫で打ちましたね。さあこれは相手は一応青まで入ってるけど、これは連鎖数はこちらの方がでかいでしょう。いや違かった、飛んでたのか。さあしっかり12連打って勝っていくと。ぷよの、このルールは、その、ぷよの連鎖数が、重要なんですよね。同時消しをしても、あんまり、意味がないんですよ、実は。テトリス側に送られる火力っていうのは、同時消しはほとんど、効果がないので、連鎖数が重要という、そういうね、ルールです。さあ、これちょっと大きめの2連打って、相手は4連ですね。この対応はうまい。さあ、間に合った。ギリギリ危ない。止まってるの見て、間に合うかどうかちょっと怪しかったけど、なんとか間に合いましたね。6連打って、どうだ？相手は耐え、れるのか。ああ、今の S ミノ、Z ミノ、L ミノ、I ミノで掘れたような気がするけど、まあ仮に掘れてどうだろう。でも5分ぐらいまでいけたかな。今の多分掘りルートあったと思うんで、相手の方惜しかったですね。まあというわけでこんな感じでね、まあこういうスワップルールというものもあると。まあちょっとね、難しいルールなんですけどね、ぷよぷよとテトリスが両方できること前提のゲームではあるので、すごい敷居が高くて、なおかつ難しいルールなんですけども、まあ、これからこのね、動画も上げていこうかなと思うんで、あ、皆さん、ぜひ、ご覧ください。というわけで、お疲れ様でした。まあ、もしよろしければ、まあ、チャンネル登録の方と、評価の方も、ぜひよろしくお願いします。で、ありがとうございました。